ったニュースのホームグラウンド初戦がこの国際コンサートスタジアムで開催されましたと、この素晴らしい景気のことを開催されましたと心からお喜びを申し上げたいと思います。森井さんからはじめ、たくさんの関係者の皆様のご協力に感謝します。そして、野球ブルーオーシャンズの皆さん、ようこそ大分にお越しいただきました。心から歓迎をしたいと思います。今日は素晴らしい試合を見せてください。私たちは全力で大分の呼び水を応援させていただきます。